どうもこんにちは、ヒロです。前回のですね動画を見ていただいた方どうもありがとうございました。YouTube がですねどうも15分までしか動画作れないっていうことなんで、途中で切れてしまったんですけど、それではその2の方へ行ってみたいと思います。今回このお話はですね、この HP1 型の増幅器と、制御増幅器を使って、スピーカーから車内放送の音声を流すまでの話となっています。後半の方はですねちょっとこの配線の話だとかあとおさらいとかですねそういう話をしていこうと思いますのでぜひ最後までご覧ください。ではですね今日この動画を作ろうと思ってこのスピーカーを奮発して買ってきましたのでスピーカーを買ってきたところからぜひご覧ください。ではどうぞ。はい、ではですねスピーカー買ってきたんですけど見てみようと思いますよ。じゃん、見覚えのある115系電車とかでね使われてますスピーカーです。楽しみだと思います。ここからこうやって開けるんですよね。なかなか状態も、良さそうですね。こんなやって開くみたいですね。スピーカー。お、こんなところに線番号が。見てください。414、415って書いてあります。さっきの端子台にも同じこと書いてありましたね。これをじゃあ素直に繋いでいこうと思います。おそらくあれがスピーカーの番号になるっていうことになると思うんでね。ちなみに物はこんな風になっています。スピーカーで特にスピーカーっていうもの以外は特段なんか形式とか名称とかはないみたいですね。スピーカーユニット 10W 8オームなんですね。はい、覚醒器みたいな感じです。覚醒器なんだろうな、電車の中で使うものだから。裏はこんな風になっています。特段ないってないですけど、おそらくここの穴からね、先ほどのこの配線これを出すんじゃないかなと思います。はい、では早速取り付けてみましょう。ちなみにですねちょっと作業してて見えたんですけど、この配線の中の色414の方が、この端子台から先の方繋がってる線が赤いラインがちょっと入ってるんですね。なんでおそらく414番の方が、スピーカーのプラスになる側じゃないかなと思っています。まあ一応そんな風なつもりで配線をしていきます。ちなみにですね今回この配線の方はこう付け合わせるタイプ、もともと付け合わせタイプの磁石なんですけど、付け合わせて接続する方法を取ろうと思います。こうすることによってねもともとこの入っている配線なんかを温存することができますのでよく使っています。まあ、少し若干これを長めに切ってあげて、あとは少しこうニッパーなんかでね短くしていくような感じで、付け合わせようと思います。はい、圧着が完了しました。こんな風に付け合わせて圧着することができます。これ結構ね引っ張っても大丈夫です。で上から皮膚をつけていかなければいけないので自己誘着テープというこのテープを使おうと思います。このテープですね面白いテープで、まあ普通のテープなんですけど別に触ってもなんてことないです。ただこれ引っ張れます。ぐにゅっもっと伸ばしましょう。こう思いっきり伸ばすことによって、粘着力が出てきます。でこれを巻いていくだけっていう別になんてことないですけど、で巻き方なんですけど引っ張って一回引っ張りながらねこう力を加えて引っ張ってくっつけるものなんで引っ張りながら巻いていって、で片側まで来てこれで終わりでも別に問題ないんですけど、もう一回こう戻した方がねいいのかななんて思いますよ。そのまま巻いちゃいましたけど本当は切っても、いい、まあ、むしろ切った方がねいいんですけど、こういう風になっています。でまあこれ鉄道会社なんかでもね実際にこの自己癒着テープというものを巻いて絶縁をして、さらにその上からビニールテープをもう一回巻くっていうような形で
絶縁をしている箇所が会社も何社かありますので、何社かっていうか多分ほぼほぼどこの会社行ってもみんなそういう風にして絶縁していると思いますので、これを参考にされるといいと思います。ちなみに自己癒着テープ、こんなものも今日は使っています。はい、それではですね、配線が完了しましたので実際につなげていこうと思います。はい、それではですね、414は414と、415は415と接続しました。今日はただ単純に 100V の電源をつないで、あとスピーカーから出力しているだけになります。329、330ってありますね。これはここにもちょっとスイッチがあって切り替えられるんですけど、ちょっとこれって断言できるものがなかったんですけど、おそらくブザーとかその連絡するもののあの切り替えのスイッチだと思っています。でブザーの切り替えなんかもね、昔の偶数奇数があるような車両なんかは向きが決まっていたりするので、これで切り替えていたっていう文献を見つけたんですけど、ただ単純にまさにこの機器を使って本当にこのスイッチで切り替えていて、これがブザーかというとちょっと怪しいんで、今は断言しないでおします。またね、次回以降研究が進んだらこちらの方も動画に上げていこうと思います。はい、それでは本日のおさらいになります。まずですね、自宅で車内放送を楽しむためには、まず制御増幅器ですね、電話型の制御増幅器と、あと増幅器 HP1 型ですね、四角い黒や四角や青や色の箱、この箱と、はい、あとですね、 100V の電源、直流 100V ですね、直流の 100V を用意してください。直流 100V ですね、売ってる時もありますが、作り方はですね、直流 100V をしてみたという動画を出していますので、そちらの方もご参照ください。あとですね、ワンチャンと思って交流 100V 流そうかなと思っている人も、まあゼロじゃないと思うんですけど、絶対 100% 壊れます。絶対やめてください。AC100V ダメ絶対。電車も必ずね、直流に直して使っていますので、直流 100V を使ってください。はい、あとですね、スピーカーがあればとりあえず車内放送をお家で流すことができます。で、接続する端子番号は1番に直流 100V で、8番がグランドで、スピーカーは6番と7番で、必ず8オームのものを使用してください。これだけあれば、お家で車内放送をすることが楽しめますので、ぜひチャレンジしてみてください。なお完全に自己責任でお願いいたします。それでは実際に接続して流してみましょう。はい、それではですね、接続が完了しました。まずこちらから電源、次に増幅器、増幅器の接続箱で、制御増幅器、こちらがスピーカーです。これだけあればとりあえず車内放送することができます。ではちょっと喋ってみましょうか。音量はどのくらいかな。まず0から、この横のボタンを押すことによって、このランプがですね、電源ランプがつきますね。はい、確認できると思います。じゃあ音量を少しずつ大きくしていきましょう。0、はい、全然ですね。じゃあ思い切って3ぐらいまで。マイクの検知ちょっと大きいかもしれないですね。実際の放送だったら3とか4ぐらいがジャストじゃないかな。で2で喋ってみます。マイクのテスト中、チャンネル登録、高評価お願いします。はい、なかなかいいんじゃないですかね。こんな感じで、車内放送の設備を再現することができます。で接続箱の方はね、もしなくても実際に直付けとかね、あとこのレセプタクルさえあれば実際に作業することができますので、ぜひ試してみてください。ただですね、 100V の直流使いますので、配線には十分注意して、くれぐれも自己責任でお願いしたいと思います。それではもう一度、チャンネル登録、高評価お願いします。ヒロでした。皆さん、そうですよね。制御増幅器の方まだ説明してませんでしたよね。これはまた別件で動画を一つ用意していますので、そちらをお待ちください。ではチャンネル登録と高評価、次回をお楽しみに。ヒロでした。